はい、イズログです。今日は一応天気はいいんだけど、あの湿度調整剤だけを床下にはちょっとまかないと、あのちょっと湿度が厳しいのかな、ここだけはって感じなんで、まあ多分あの縁側はいらないんだけども、この2部屋客室の下だけはちょっと、まあ湿度調整剤はうまいとかないとちょっと厳しいかなって感じです。なんか砂なんだよね、砂地面がね。でちょっとあの白いカビ生えてるから地面にね。でもまああれは無事なんだ、床塚は無事だから、まあ湿度調整剤をさっと撒いたら、まあちょっと床張って閉じて、ここにちょっとテント移そうかなと思うんで、まあちょっとここから片付けるところからぼちぼちやっていきます。